リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、今日は3日目、やっていきましょう。ごめんよー。いけたね、大丈夫。ちょっと怒ってる。けど、おとなしいね、テイルアタックとかも、なさそう。うん。この調子で、やっていこうかなって感じですね。で、ブランケットを気に入ってくれたので、ブランケットを置いてみました。あとね、温度計を、後で設置します。どこに設置しようかね、今悩んでます。でね、ロッペのね、温度計が、なんか水がかかったのかなんかで壊れちゃって、今、新しいのを入れました。こんな感じ。ちょっとね、立て方がなくて、これ。本当は壁にかけるやつなんだけど、壁にかける方法がね、ちょっとなくて。で、今、パネルヒーターだけにしてるので、この時期。温度的には21度ぐらいですね。ただ、パネルを引いてるあの下のところは、おおよそ多分30度ぐらいあんのかなって感じです。なんで、まあ、パネルあるとことないところで温度差がっていう感じですね。まあ、あまりにも低くなるようだったら、上にもね、ヒーターを置こうかなと思ってて。今、ここに置いてあったヒーターを、シェフィーのね、奥のところに置いてます。で、シェフィーはね、今この、上置き用のヒーターと、ここにパネルヒーターで、たまにブランケットにくるまるんで、ブランケットと、UV も出せるバスキング用のライトをね、もらったので、そっちにしました。前のやつはね、バスキングだけのライトだったので、で、そのバスキングだけのライトのやつをどうするか今悩んでます。バスキングスポット2個も作る必要あんまりないしね。で、あそこの下ぐらいがね、今42度ぐらいかな。もうちょっと下の方だと40とかになるのかな。ちょっと高い位置が今40度ぐらいですね。あの下の階段があるところが41とか40とかになる感じですね。なんであったかく温まりたい時は上に来て、で、それじゃない時は下にっていう風にしてもらえたらいいかなと思ってます。うん。3日目ですが、割とおとなしいね。まあ、急に動くとびっくりはするみたいですけど。いい顔してんね、シェフィー。この調子でね、毎日ハンドリングやっていこうかなと思います。今ね、上の方もちょっと掃除したりしてたんで、掃除してですね、あと押し入れね、今そう、あそこにマイクいるけど、あの辺もちょっと片付けようかなと思ってたので、この後片付けようかなと思います。はい、ということでシェフィーのハンドリング日記3日目。うん、いい感じ。あ、そう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 。ツイッターの質問箱に、変な人がね、質問というか、意見を言ってくる方がいて。で、まあ何があったかっていうと、まあいっぱい飼ってるので、なんだろう。動物虐待だ的な言い方だったんですね。で、どういう意味で虐待だって言ってるかというと、そんなに飼って全部の面倒見切れるわけねえだろうみたいな、仕事もしながらってっていう感じで来てて、ちゃんと面倒見切れてますよ。して、あとレオパとかね、サバナモニターもそうですけど、ケージのメンテナンスってそんなないんですよね。まあ、水入れたり、あと、まあ、このね、うんちの掃除したりとか、山椒も水入れ替えたり、餌入れたり、で、モモンズもね、基本的には餌入れ替えて、水入れて、軽く掃除して、ペットシーツをまあ3日4日に1回変えてとか、まあ、汚れてなかったら変えなかったりとかなんで、そんなに時間かかんないんですよね。なんで、みんなにちゃんと平等に接していますので、動物虐待じゃないですよっていうね、
多分なんですけど、まあ、分かってるんですけど、 YouTube 見てる方でね、YouTube 見てる方っていうか Twitter とかでもね、まあ、私という存在が嫌いな人がね数名3人ぐらいかな実は知ってるんですよね。で、多分3人なんかねグループがなんか組んでんじゃないですかねって感じなんですよ。で、私が嫌いなのかただ単に攻撃をしたいのかどっちかはちょっと分かんないんですけど、そういう人がいるのは知ってて、でそういう人からのご意見があったとしてもそんなに私自身にダメージはなくてですね、まあそりゃそうですよ、万人に好かれるような人間じゃないので、そういう人がいても仕方ないって私は思っているので、で別にその人たちから言われてもしっかり YouTube をねこういう形で動画を撮って起こしていけば分かってくださるのは分かってくださるので、そんな感じです。正直アンチしてる人にだけ言っとくけど、アンチしていい理由ってないですよ。メッセージ送ろうと思ったらね匿名でも送れますけど、嫌いだったとしても、あとアンチしたいだけだったとしても、あまり人にそういう言葉をねかけるのはよろしくないですよ。なのでその辺はね気をつけてください。私は見て見ぬふりしときますけど、今回また来たんで言っときますけどぐらいな感じですけど、あとはうちのね子たちの個体によっての接し方って違いますからね、こんな感じで来たばっかりでねハンドリングしなきゃならない、ならないっていうのは言い方あれなんだけど、ハンドリングする理由としても、例えば病院連れて行くときにね、あんまり獰猛な状態だと、まあ、獣医さんもね、見るの大変ですから。なので、少し人慣れしておいてもらった方が。で、あと、飼育する側としても、こうやって一緒に可愛がれますし、で、なおかつ、なんていうんですかね、人慣れしておいて甘えてくれるようになれば嬉しいじゃないですか。なので、そういう形でね、人慣れしてもらおうと思いますけど、山椒のようにね、手に乗せるタイプの子じゃない子もいるわけですよ。山椒に関してはあんまり手に乗せすぎるとね、体力の低下にもなります。人間の体温の方が高すぎるので、ちょっと、そのね、体温でやられてしまったりとか、あと、粘膜が乾いてしまったりだとか、ありますから、その、触れ合うね、時間っていうのも変わりますし、で、袋もむんごもそうです。その子その子の個体によって、どうしてもね、やっぱり私のことが嫌いとか人間が嫌い、触られるのが嫌いっていう子もいます。なので、その子その子のね、接し方。ギョロメちゃんは特にそうですね。私のことが嫌いなのか人間が嫌いなのかちょっと定かではないですけれども、やっぱりそういうのがね、苦手な子っていうのもいますから。あと、ね、ハルくんみたいにちょっとね、目が悪くなって怖くなっちゃったりみたいな子もいますから。で、その子その子に合わせた接し方をしていけたらいいんじゃないかなと、私は思います。なので、そういう接し方をしてるので、決して動物虐待なんてしてないですよ。なんか、平等じゃねえだろうと言いたいっぽい感じの文章だったんですけれども、平等ではないかもしれないですね。ただ、その子に合った寄り添い方っていうのをしております。まあ、簡単に言うと、学校の先生とかと同じですね。学校の先生も多分全員に平等にはできないです。どうしても。その子その子で、まず先生との相性っていうのもありますからね。なので、平等ではないにしても、その子その子に合った接し方っていうのを、学校の先生って気をつけてると思うんですよね。なので、私もそんな気持ちです。まあ、学校の先生っていう言い方はあれですけれども。なので、その子その子に寄り添った、飼育の仕方をね、私はしていきたいと思います。まずはね、まだ来たばっかりのこの子に関しては、少しずつ環境に慣れていただいて、そして私に慣れていただいて、一歩ずつ、着実に仲良くなっていけたらなというところでございます。なので、仲良くなる努力は怠らないですよ。私、噛まれてもギョロメちゃん触りますしね。ギョロメちゃんは嫌かもしれないです。でもそれをやっていくうちに、ギョロメちゃんがね、慣れてくれるので、少しずつ慣れてくれてるので、そんな感じでございます。なので、動物がいっぱいいるからって、決して虐待ではありません。そしてもう一つ、私に送る程度ならいいですけれども、他の方にはやめてくださいね。有名 YouTuber さんとかね、動物をいっぱい飼ってらっしゃるね、ペットチャンネルを経営されてる方とかもいますけれども、
皆が皆心が強いわけではございません。私も心が強い方ではありません。ただ気にしないというスキルを手に入れただけでございます。あんまり言われると心にきます。それはさすがになんかね、嫌だなってなる瞬間はあります。ただ気にしないというね、発信をしていく上でのスキルを手に入れたので気にならなくなりましたけど、他の方にはやめてくださいねというあのついでの報告でございました。ちょうどね、今日朝そのなんか変なあの質問箱っていう匿名でね質問を送れる場所なんですけれども来てたので、あの特にそれに対してはお答えしませんでしたが、 YouTube の方でお答えさせていただきます。まあただね、その動物いっぱい飼ってだのなんだのかんだのとかってね書いてて思ったことは、これすごくポジティブな話ね、あなた私のこと好きでしょね、そんなにちゃんと見てちゃんとうちにいる子9匹って分かってたもんね。それはさ、あなたファンでしょね、恥ずかしがらないで楽しく一緒にやりましょうよ。そこまで見てくれてるんだったら分かってくれるはずなんだけどな。ただどっかで噛みつきたいっていうか、素直になれないっていう部分があるのかなって私は思いました。なので私的にはポジティブに捉えております。よく見てくださってますね。しかもちゃんとギョロメちゃんの名前が出てたんでね、ありがたい限りでございます。見てくださってんだなって。正直ね、そういうこと言われてもへこまず、前に進んでいって毎日のようにこのように動画上げていくので、それはそれって感じでございます。ということでね、本日はハンドリング日記3日目プラスなんかアンチコメント来てたけど全然気にしてねえよっていうお話でした。はい、もう10分ぐらいね手の上乗っけてますけど余裕そうですね。はい、ということでね、本日は以上となります。では以上リンドでした。バイバーイ。はい、シェフィーちゃん。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リンドでした。バイバーイ。